ジョニー・ユナイタスはペンシルベニア州ピッツバーグ出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはクォーターバック。キャリアのほとんどをボルチモア・コルツで過ごし、スーパーボール創設前の NFL チャンピオンに3回、スーパーボール創設後も第5回スーパーボールでチームをチャンピオンに導いた。シーズン MVP に3回輝き、2012年10月7日に、 ニューオーリンズ・セインツのドリューブリーズに抜かれるまで連続試合タッチダウンパス記録を52年間保持した。華やかなパスプレーを展開して、プロフットボールが全米的な人気を獲得する起爆剤となった選手であり、史上最高のクォーターバックの一人として数えられている。1933年5月7日、ピッツバーグで生まれ、ピッツバーグのワシントンさんの近所で育った。 両親はリトアニア出身であった。ユナイタスが5歳の時、父親が肺炎から合併症を起こして死去し、母親が2つの仕事を掛け持ちしてユナイタスを育てた。高校ではランニングバックとクォーターバックのポジションでフットボールをプレイし、ルイビル大学に進学した。ルイビル大学では入団時1年生から先発クォーターバックに起用され、 活躍したものの、ルイビル大学がスポーツを軽視する方針に転換し、キャプテンに就任した4年時には、シーズン序盤から怪我に悩まされたため、プロ入りは、ピッツバーグスティーラーズに、第9巡目の開始名で入団した。1955年、第9巡目の開始名で入団したユナイダスは、プロのクォーターバックの資質に欠けると、コーチが考えていたため、 クォーターバック三人枠のうちの四番手の扱いを受け、一度もプレー機会を与えられることもなく、解雇された。プロフットボールから解雇され、前年に結婚していたユナイタスは、家族を養うために、ピッツバーグの建設現場で働きながら、週末には、セミプロのフットボールチームでプレーした。1956年、入団テストを経て、 ウィーブ・ユーバンクヘッドコーチ率いるボルチモア・コルツに入団した。先発クォーターバックの負傷により、移籍1年目の途中から出場機会を得たユナイタスは、プロデビュー戦こそ、インターセプト、ファンブルを連発し、ひどい敗戦を喫したが、翌週からはプレーを立て直し、パス成功率55.6%の新人記録を打ち立てた。1957年、開幕から、 先発クォーターバックの座を獲得し、リーグ1位の2550パスヤードと24、タッチダウンを記録し、チームを7勝5敗に導いた。これは、チーム創設5年目のシーズンを迎えていたコルツにとって、過去最高の成績であった。この年、ジムソープ賞を受賞した。百五十八年、この年もユナイタスのパスは冴え渡り、二千七パスヤードと十九。 タッチダウンを記録し、チームを9勝3敗で、西カンファレンス優勝に導いた。NFL チャンピオンシップでは、東カンファレンス優勝のニューヨークジャイアンツを延長戦の末にアラン・荒川道への TD パスを成功させて23から17で破った。全米中継されたこの試合は、アメリカでザグレ Greatest Game e v と呼ばれ、1960年代にフットボール人気を 爆発的に拡大させるきっかけになった。1959年、前年よりもさらに記録を伸ばした。ユナイタスは2899パスヤードと32タッチダウンを記録し、9勝3敗で西カンファレンスに連覇を果たし、初のシーズン MVP に輝いた。NFL チャンピオンシップでは、前年の再戦となったニューヨークジャイアンツを破り、2年、 連続 NFL チャンピオンに輝いた。1960年代に入ってもユナイタスのパスはさえ渡り続け、個人成績では3000ヤード前後のパスヤードを記録していたものの、チームの主要メンバーであるアミー・イチ、レイモンド・ベリー、レニー・ムーアラの怪我に悩まさせ、チームは優勝争いから遠ざかった。1962年シーズン終了後、キャロル・ローゼン・ブルームオーナーは、 ユーバンカヘッドコーチを解雇33歳であったドンシュラを当時史上最年少の NFL チームのヘッドコーチに就任させた。1964年後に名ヘッドコーチとして名を馳せるドンシュラヘッドコーチの下チームは躍進した。ユナイタスは2824パスヤードと19タッチダウンを記録し2度目のシーズン MVP に輝きチームは 西カンファレンス優勝を果たした。しかし、NFL チャンピオンシップでは、クリーブランドブラウンズに27対0の完封負けを喫し、ファンを失望させた。1965年、この年もユナイタス、チームともに好調を保っていたが、シーズン終盤にユナイタスが膝を怪我すると、チームは失速し、10勝3敗1分で並んだ。 グリーンベイパッカーズと西カンファレンス優勝をかけてプレーオフで対戦することとなったがユナイタスに加え控えクォーターバックも怪我により出場できなかったため優勝を果たすことができなかった。1966年怪我が回復したユナイタスはシーズン全試合に出場し2748ヤード22タッチダウンとプロボールに選出される活躍をしたが リーグ1位の24インターセプトを起死したのが響き、西カンハレンス2位でシーズンを終えた。1967年、ユナイタスは NFL トップのパス成功率58.5%、3428ヤード、20タッチダウンの活躍で3度目の MVP に選ばれた。テニス中に悩まされ、シーズン最後の5試合では3タッチダウン、8インターセプトであった。 チームは、ロサンゼルスラムズと同率の11勝1敗2分で、シーズンを終えた。1968年、プレシーズンゲーム最終週のダラスカウボーイズ戦で、腕を負傷、シーズンの大半を、ベンチで過ごした。控え QB のアール・モラルが、MVP に選ばれる活躍を見せ、チームは、NFL トップの13勝1敗でシーズンを終えた。第三回スーパーボールでは、 不調のモラルに代わり交代出場し、タッチダウンを上げたがチームは7から16で敗れて、ジョーネーマスの約束通り、AFL のニューヨークジェッツに敗れた。この試合は、ネーマスの宣言内容から、ザギャランティーという名前で知られ、隠したと思われていた AFL のジェッツが、1960年代の NFL を代表するコルツを破ったことで、2年後に、 控えた NFL と AFL の合併をファンが徐々に受け入れるきっかけになったとされている。1969年、オフシーズンのリハビリを経て、先発 QB に返り咲いたユナイタスは、2342ヤード、12タッチダウン、20インターセプトを記録、チームは8勝5敗1分で、プレーオフを逃した。1970年、AFL と NFL の統合によって、 コルツは、クリーブランドブラウンズ、ピッツバーグスティーラーズと共に AFC に所属することとなった。スーパーボール以来の対戦となったジェッツ戦では双方、合計で9インターセプトを起死した。ユナイタスは、この年2212ヤード、14タッチダウンを記録した。プレーオフでは、シンシナティベンガルズ、オークランドレーガースを相手に2試合で390ヤード。 3タッチダウン、インターセプトは例であった。ダラスカウボーイズとの第5回スーパーボールでは、ジョン・マッキーへの75ヤードのタッチダウンパスを決めたが、第2球に倒された際、肋骨を痛めてサイドラインに下がり、アール・モラルが途中出場した。チームは、ジム・オブライエンの決勝 FG で16から13と、勝利した。百七十一年、レギュラーシーズンの試合では、 モラルと併用されて、わずか3タッチダウンに終わった。プレイオフ2試合では先発出場し、クリーブランドブラウンズ戦には勝利したものの、マイアミドルフィンズとの AFC チャンピオンシップゲームでは、リック・アンダーソンに2回インターセプトされるなど、3インターセプトを起死し、0から21で敗れた。1972年、メモリアルスタジアムで行われたジェッツ戦では376ヤード。 3タッチダウンの活躍を見せたが、ネイマスが496ヤード、6タッチダウンと大活躍して34から44で敗れた。チームは、開幕から5試合で1勝4敗となり、ドン・マクファーティヘッドコーチは解任、ユナイタスも先発 QB から外れた。最終週のバッファロー・ビルズ戦で28から0と、リードした試合途中から、交代出場し、 エディヒントンへの長いタッチダウンパスを成功。これが、コルツでの最後のパスとなった。1973年、トレードにより、サンディエゴチャージャーズに移籍した。ジョン・ヘイドルから、先発 QB の座を奪ったが、移籍前から悩まされていた腕の怪我により、思うようなプレーをできず、インターセプトを多発し、1勝3敗のシーズン序盤で、新人のダン・ファウツに先発 QB の座を奪われた。 このシーズン終了後に引退を表明した。晩年のジョニー・ユナイタス引退後は、ボルチモアに居住しながら、CBS で解説者を務めた。1979年にプロフットボール殿堂入り。1999年の映画、エニー・ギブン・サンデーでは、相手チームのヘッドコーチの役を演じた。2002年9月11日、ボルチモア市内の病院で死去した。死因は、 心臓発作であった。1954年11月20日、21歳で高校の同級生のドロシーと結婚し、離婚するまでに5人の子供を授かった。1972年6月26日、サンドラと2度目の結婚をして、3人の子供を授かった。この結婚はユナイタスの死まで続いた。2013年8月24日、 リトアニア系アメリカ人の殿堂入りした。ありがとうございます。